底面式フィルター底面式フィルターはアクアリウムで使用されるフィルターの一種。水槽に敷かれる砂礫等の低床材を露材として利用することが特徴である。飼育水循環の動力源にはある程度の出力を持つエアーポンプによる空気の上昇圧かインペラー式水中ポンプが使用される。後者の方法においては底砂がインペラー部に噛み込まれる事故の恐れがあるため、 設置の際は、ウールマット等の吸入防止フィルターを装備し、底砂も極力粒の洗い物を用いる。底砂の使用量や粒のサイズにもよるが、適切に運用された場合のろ過能力は高い。フィルターの形状や底砂の状態にもよるが、駆動部から遠かったり、流路抵抗が高い部分では内部において、水流のよどみが生じるため、ろ過機能が低下しやすい。底面式フィルターは、 物理ろ過より、生物ろ過を優先しており、底砂中に排泄物や残虫などが蓄積されてしまう。しかし、それを取り除くには、底砂の攪拌から、底砂中の有機物を拡散してしまい、肥料分を蓄えておく必要がある上に給水口に根の絡む恐れがある、水草水槽には適さないとされる。また、フィルターの清掃を行う場合には、 異物吸入の危険性から底砂をすべて取り出す必要があり完全に以前の状態を復元することもできない上に相当な労力を要するポンプ等の駆動部を除けば通水口を開けた樹脂製プレートに用水パイプや土質口を組み合わせた単純な構造で古くからアクアリウム用品メーカー各社が製造し販売している干渉業店の水槽や アクアテラリウムなども用いられ、外部式フィルター等と連結し吹き上げ式として使用される場合もある。ありがとうございます。